動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。2023年には3月に新横浜線の開業が控えており、相鉄と東急の相互直通運転がスタート、相鉄の都心直通のルートが新たに開通します。なお、東急側の反対方向の各車と温度差が激しく、相鉄の車両が地下鉄に肩乗り入れする模様です。この直通運転の主役は相鉄と東急の2車なのです。ピョンタプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。ところで、アツト創始者は随分と何は筋線と新横浜線を照らし合わせてるけど、なんか変わったことでも見つかったんやろうか。何は筋線と新横浜線のそれぞれの運行ダイヤが見つかった。日中の本数やって、どうせ本数が少ないんが、落ちなんやろ。何は筋線は JR の特急が3本、快速が4本、南海の特急が2本、急行が4本、一方で、新横浜線の相鉄側が4本、東急側が6本、東急側で新横浜折り返しが見られるな。まあ、JR 難波でも折り返しの列車がおるだろうから、実際のところは難波までの本数がもっと多いだろうがな。やっと双方の本数が確認できた。これで何は筋線側も想定される内容が作れる。まあ、双方とも完成してからの影響の方が重要になってくるんだがな。そういえば、なにわ筋線は大トロが手掛けるのではなかったですね。大トロは標準機での設計が基本やからな。南海はともかく、JR にとって運賃の二重化が問題になるという側面もある。JR 東西線のように、直接なにわ筋線を運営することとなった要因でもあるな。大阪市としても、東京メトロ副都心線みたいな混沌としたネットワークを避けたいだろうよ。新横浜線の方は、複数の場所で交差する形になってることからより複雑回帰ですね。なにわ筋線の方だと JR は同じ JR 同士の路線と南海は阪急と直通運転しそうだしな。なんか JR は大阪駅を基準になにわ筋線と阪和線、大阪環状線と大和支線、大阪東線と夢咲線のコンビで直通運転する予感だぜ。さっき言ったなにわ筋線の日中の運用本数が物語っとるしな。ちなみに大阪東線の列車が梅北に行くのは規定路線やから、221系とかなら先に足を運ぶやろ。それじゃあ一足先に梅北のホームがどういう形になってるか見に行ってみるわ。動くホームドア、そいつが見どころらしいんだってな。南海の列車は4扉ちゅうことでワクワクやな。何は筋線は南海が来るから環状線のようにはいかんしな。
お得意のロープ式は無理やったんか。まあ黒潮とかハルカとかラピートも行くしな。その特急たちが出てきた時点でどの列車が走るんか大体わかったぜ。黒潮とハルカとラピート、まあ改めて内訳を言うと、 JR が黒潮1本、ハルカ2本、関空機周時快速4本、南海がラピート2本、空港急行4本ってことか。梅北から難波にかけて一般列車空港便が7分半間隔で走るチューンが充実しとるわな。うん、新横浜線も見習ってもらいたいものだ。関東勢はやる気がないのだろうか。見たところ、直通運転を始めるにあたっての準備がボンすぎる時点でポンコツやわ。車両とかメカが新しい一方で、バトナーの対応とかがマジでポンコツ。やかなふく都心線のグザグザみたいなんが起こるんや。ほんまにな、相鉄と目黒線系統の直通運転やけど、東急の車両範囲として三田線と南北線の両ルートで相鉄の車両の肩乗り入れが起きるって何やっとるんや。そんなんが許されるのは京都市営地下鉄東西線くらいやで、地鉄との直通運転でも考えられへん話やで。その中で叡王の鮎の抹消という変化が2023年の目玉の一つでもありますが、肝心のタイミングが明確になっていないのが懸案事項と思われます。2023年も劇場版ラッシュになる可能性があり、2月に早くも月球自体の節目を題材としたもんが10周年と500話記念の名目で出てこようとしとるわ。もっともそのタイミングで叡王の鮎を抹消っちゅうわけやあらへんわな。にしても阪急が何は筋線に参加する意図って、自社で梅田と新大阪を結びたいだけやろ。ちなみに阪急は原則としてマスコンがワンハンドル、おそらく過小に前傾にもぶち込むやろうから、こっちで言う軽犯なのように、南海本線にもなんか影響が出てくるやろうかな。阪急の中の人がまた2ハンドルを握るチューンもどうかと思うしな。まあ古い車両で残ってるからありそうな気もするわな。まあ南海の中の人が1ハンドルを握ることになるチューンも大いに考えられるわな。阪急と聞くとマスコンも気になるところだけど、あれって京都線の特急のためのメカだったはず。低速制御のために京阪8000系が持ってるワンハンドルやけど、新宝線にまで持ってきたいとが問われるわな。なんか訳があるんやろうかな。どっちにしても梅北から新大阪やと京都方面で JR に利用客が集まってまいそうな気がするんやけどな。はるかと一部の黒潮は京都に直通するから、A として関空機周時快速は新大阪で終点やろうか。ああ、そういう線もあったか。一部の車両が京都に行ったのも不線っぽいがな。それ多分京都に直通するのは一部の特急だけにとどまりそうやな。姫野の編成は俺の性能扱いになりそうやしな。快速と新快速の筋の間にねじ込むんも無理があるで。ふくふく線といっても私鉄と違って特急と貨物が走ってるしな。仮に新快速と停車駅を合わせて京都まで関空機周時快速を走らせるにしても、京都のどこでどう折り返すかも問題となってくるぜ。さて JR はどのように立ち回るんだろうかな。それで、阪急と南海の空港系統、何は筋線と阪和線で、直通運転するのは固いとして、そうなったら、大阪環状線は他の路線と直通せずに、周回列車だけになるんやろうか。大和路線の列車が難波に行かれへんようになったら、環状線に直通せなかんやろうけど。少なくとも、JR 難波までは大和路線の普通列車が走ってそう。それは間違いない話やな。 JR 難波の真ん中のホームで折り返すはずやで。大和路快速が難波か天王寺までに短縮されるんかがものすごく怪しいんやけどな。あと大阪東線の列車も梅北に行く以上、梅北で鈍器に折り返す余裕があらへんやろ。なんやかな、折り返すふんの余裕があらへん駅ばっかやしな。
梅北も阪急と JR からの列車と、何は筋線やら夢咲線やらでかなり慌ただしいやろ。梅北って2面4線で、そこから北に向かって阪急と JR で分かれるんやな。ああ、そういう構造やで。やから、通過方のターミナルになりそうやわ。とりあえず、福島の近くの踏切を、どうするんかが問題やな。福島の近くの踏切なぁ。あの踏切は明らかにボトルネックやで。もっとも、そこまでして、夢咲線に直通させることなんやろうか？なにわ筋線からの列車と、大阪東線の列車は同じホームに、発着するから、今のように新大阪で折り返す余裕は、マジでなくなってくるで。なにわ筋線が開通するまでは、梅北で折り返すことになるやろうけど、そこから夢咲線に直通させるんか、梅北で折り返すんかが分かれ道やな。環状線との直通列車の、有無が、鍵を握るんやろうけど、直通列車をなくす方向に、向くとなったら、大阪東線の列車を夢咲線に、直通させるやろうかな。いかがにして大阪駅から USJ に、直通させるかが、重点となるだろうがな。今のダイヤだと、関空紀州寺快速が、天王寺から出てるわけで、なにわ筋線が開通したら関空紀州寺快速がなにわ筋線に、行くから、環状線で抜けた分を、USJ の直通に、回すのか、普通に周回列車にするのか、そのあたりだな。周回列車にするだけでも、環状線の各駅で最低でも、日中に8本確保されるわけで、いっそのこと、大和道快速を区間快速として、環状線内各駅に、止めたらいいんじゃないか。平日のラッシュのようなパターンやな。そうなったら日中に12本になるわな。あとは、ダイヤの乱れを、持ち込まへんように対策せなかんわな。今の状況やと、阪和線からも大和路線からも、影響が及ぶところを、環状線との直通を、なくしてボトルネックを断ち切るか、大和路快速だけ直通とするんか。そこいらで状況が大きく、変わってきそうやな。環状線でアクシデントがあったら、大和道快速を難波で、折り返す。そういった立ち回りができるかどうかも、鍵を握ることになるな。最低でも天王寺まで運行してそこから回送ってのもあるかもしれんだろうしよ。少なくとも、天王寺まで行けたら、手段が多数あるからな。てか、こっちでダイヤが乱れたら、なにわ筋線に進路を、塞がれそうやろうな。天王寺から難波がなにわ筋線優先になるだと、そうなったらダイヤが乱れたら天王寺で打ち切られそうだな。せっかくシフトした路線を巻き添えにするわけにはいかへんしな。腹をくくって環状線との直通を打ち切る中行為を JR にできるかどうかが鍵を握るわな。大和道快速を天王寺で打ち切ったところで、なにわ筋線の列車が隣のホームに来るから、そいつに乗り換えたら梅北に行けるちゅうことで、どっちにしても大阪駅に行ける算段やで。それでもダイヤの乱れを持ち込んでまで大和道快速を大阪駅まで直通させるかやな。欲を持ってたらえらいことになってまうで。せっかくのなにわ筋線が台無しになってまうんはまずいやろ。さすがに難波までの運用になるやろうな。そんな状況やと天王寺やと折り返すところがあらへんから、それ以外に対処する方法が見当たらへんで、逆になにわ筋線でえらいことがあったら、こっちと南海でそれぞれ天王寺と難波で折り返すやろうけど、さすがに無理に直通させて混乱を広める中行為はないだろう。なにわ筋線は南海や阪急も絡んでくるから、これまでの路線とは意味合いが全く違うのだ。これまでと違って JR 一社だけで片付くような事情じゃないしな。環状線との直通をできる限り絞れるかが重点やな。なんかなにわ筋線のネットワークばかりを取り上げてたけど、先に開通するのは新横浜線で、そいつもそいつで東横線との直通もやらかしよるわ。向こうやとそれ以前に車両の整備をしっかりとやっとけちゅう話なんやけど、まあ向こうは日中やと目黒線の急行が相鉄に行ってそうやけどな。新横浜線と何は筋線の明暗は双方が開通して直通運転が始まってからが本番やな。
相鉄本線と目黒線、泉野線と東横線、東横線と泉野線を組み合わせ寄ったか、多くのバトラーは相鉄本線と南北線、泉野線と三田線のコンビと思うてたやろうな。直近のタイミングで新横浜線の下りを改めて取り上げるけど、やっぱこの手の直通運転は最低でも3本から4本くらいは1時間ごとにいるわな。ぶっちゃけ直通列車は速達種別オンリーでもええ話やけどな。それ以上に各社の車両がどういう運用に収まるんかが開通してからの見どころやろうな。